の話をしよう。私がこの星を去った後、海の青さや木々の緑が、そして何よりも君たちが、なるべく余計に悲しまず、なるべく笑顔でいられるように、決して努力を忘れずに、誰の前でも誠実に前進することやめないさ、それが私にできること。昔の話なんかは半分よく聞いて半分聞くな。シルクロードの玉のように、その目でその足で旅をしろ。なるべく余計に争う、問わず誰かの涙を拭えるように、いつも感謝を忘れずに、意地を張らずに、胸を張れ、未来という名の旅に出る、残した掟紙。決して努力を忘れずに、誰の前でも誠実に前進することやめないさ、それが私にできること、それが君への贈り物。